さあコース上は61段となります。さあやっと実験中モータスポーツマルチアイテムの走行ですね。
モーニング、時間が56秒56に上げてきた。時間が56秒56レート、さあ日本にも時間が上げてきました。さあこれは藤井選手の1つ目の時間からは中間が56秒3秒の中間が56秒3秒。